はい、今日もまた一冊の本をご紹介したいと思います。税理士の原直美さんという方が書かれた、一生食っていくための、資料の、侍業ですね、資料の、営業術という本を読みました。で、まあ、営業術、営業とか集客とかですね、マーケティングとか、まあ、幅広く書かれている本なんですけれども、タイトルにこう書いてますようにですね、資料のと断っている、その辺がですね、特にポイントだなと思いました。資料というのはですね、独占業務という形で法律で守られている分野があるけれども、それはなんでそういうように国が守ってくれているのかということを、十分考えてみなきゃいけないと、こういうことをおっしゃってます。で、それはもう私たち資料にですね、私利私欲を離れて社会に貢献することを国が期待しているからだと、こういうことを書かれているんですね。なるほどなと思いましてね。で、この方も税理士さんで、実際書かれているのは社会的に弱い人、知識がないというだけで、真面目に働いているのに損をしている人の力になりたいというのが私のミッションになりましたと。で、中小企業の社長を守りたいという、今のスタイルの原点かもしれませんと、ちょっと端折ってね、読んでみますと、そういうことが書かれていますけれども、私どももですね、現在、役員報酬最適化という、手法を用いまして、社会保険料、中小企業の社会保険料節減支援とかですね、60歳以上の役員様のですね、支給停止になっている老齢厚生年金を受け取れるようになるようなご支援をさせていただいています。でこれもですね、ひょっとしたら同様のですねサービスを、今後いろんなコンサルタント会社の方がですね、提供されるというようなことがあるかと思いますけれども、私ども社会保険労務士事務所としましてね、資料の、国家資格を持っているものがやっている、仕事としまして、単にですね、社会保険料が安くなるとかですね、いうことだけでですね、お勧めするというようなことではないと思うんですね。お客さん、社長様の方も、単にお金が出ればいいとか、そういうことを考えておられる社長様、特に優秀な、真面目にですね、経営されている方、そんな方はほとんどいらっしゃらないと思うんですね。長きにわたってですね、永続的に会社が継続していき、良い会社にしたいと、そういう思いを持っておられる経営者の方がほとんどだと思うんですね。で私どもも、単発的に、お金をいただいて仕事をするという関係ではなくて、長きにわたってですね、10年、20年、お付き合いをいただくような、スタイルの仕事でございますのでね、ずっと安定して、利益を上げていただいて、で結果としてその、会社の働く従業員さんがですね、働きやすいような会社になっていき、でひいては最後にですね、どんどん、会社がまた利益を出しやすいような形の会社になっていくと、そういったことを目指して、お役に立つ情報だと思ってそのような内容をお伝えしているんですね。でそういったことをですね、自分の中で再確認、するきっかけをいただいた本で、ございました。大変参考になりました。